ね。総理が海だと言った、要するにデータの捏造、あるいは虚偽の説明、そして問題の隠蔽、こうしたことがこの統計の問題について起きてるじゃないですか。なぜそういう海を出し切ると言ったのに、厚労省は新しい海を出し続けるんですか。私は総理の海を出し切るという言葉が響いてないからだと思います。本気度が足りないからだと思います。本当に海を出し切る覚悟があるんだったら、問題の徹底的な解明を行うべきです。で、そのためには自民党総裁でもあります。自民党の幹部に対して、総理から指示を出してですね、これまで野党が求めてきた森友問題、加計問題、そして今回の統計問題の関係者の参考人招致や承認喚問に応ずるべきではないでしょうか。もし仮にそれができないというなら、これまで発覚した政府の不祥事について、政府の最高責任者として潔く引責辞任すべきだ。総理の見解を求めます。安倍内閣総理大臣。しっかりとですね、我々で信頼回復のために、徹底的な検証を行い、再発防止に万全を期していくことで、その責任を果たしていきたいと、このように考えております。品さん。全く本気度が感じられない今の答弁、国民の皆さんにも伝わったと思います。そして私たち国会は、行政監視、これをしっかりやらなくてはいけません。委員長にお願いします。総理に本気度が感じられない以上、この予算委員会で事実解明をしっかりしなくてはいけません。その覚悟について、私は委員長に期待したいと思います。委員長の答弁をお願いします。この件につきましては、合区理事会にて協議いたします。皆さん。私がお尋ねしたのは、委員長にですね、この問題について、この問題だけではないですね、統計の問題だけではありません。過去に発覚した政府の不祥事について、徹底的な真相解明、事実解明に努めていく覚悟、ぜひこの場で示していただきたいと思います。予算委員会は、私の覚悟を語る場ではございません。理事会の円満な運営についてしっかり、取り組んでいき、後刻理事会にて、協議をしていただきたいと願います。委員長。志田さん。繰り返しますが、我々の本文は、政府に対する行政をしっかりチェックしてですね、議員内閣制を機能せしめることです。今、議員内閣制が本当に機能してるんだろうか。逆に内閣が議会をコントロールしているのではないか。私たちはこのまま行くと日本の民主主義、大犠牲民主主義が損なわれてしまう。これを歯止めをかけられるのは委員長しかいません。政府には期待できません。だからこそ委員長にはお願いした。次に